はい、どうも、ひこまです。この間購入した DJI Action 2。今回はネックマウントで試してみたいと思います。こんな感じにつけてます。非常にね、シンプルでいい感じです。釣りの時にオズムアクションとか GoPro つけてやったんですけど、で、首が痛くなっちゃうんですよね。最近はもうね、胸にベルトつけてね、やったんですけど、ちょっとね、大げさなんですよね。まだこのネックマウントの方がさりげないです。そんなもんで DJI アクション2と組み合わさったらいいんじゃないかなと思って今回試してみます。この2つ合体した状態だとね、今までのアクションコムと大して変わんなくなっちゃうので、まあ軽いですけど、この単体でいきます。この単体をここにつけます。磁石でついて、なおかつこのね、挟むのがあるので、もう簡単には落ちません。よっぽどの衝撃が加わらない限り大丈夫です。これがね、外れるような衝撃を食らった時はね、体が持たないです。それぐらいのガッチリ具合です。で、今までだとね、ちょっと斜めになったりすると画面も斜めになっちゃうんですけど、これにはね、ホライズンステディモードがありますからね、この水平を維持する機能、あれに期待です。というわけで、一丁外に行ってきます。装着した感じはこんな感じ。ちょっとしたネックレスです。では歩いてみます。カメラが上を向いてしまってます。慣れないうちはスマホで映像を確認した方がいいですね。いろいろな条件を見ていただきたいので長回しでいきます。音映像は加工なしです。ただエンコードする際にどうしても変わってしまうかも。両手フリーは魅力的。理想はゲームの FPS みたいな感じです。前日晴天で試した時はそんなに思わなかったのですが、画像がちょっと汚いです。ホライズンステディ機能の関係で少し拡大した状態になってるんでしょうかね。大きめに撮ってそこからトリミングしてくれたらよかったんだけど、フル HD からトリミングしてる感じみたい。 2.7K で撮影してフル HD でエンコードすれば劣化は防げるのかな。今度試してみたい。今回はとりあえずネックマウントでの水平維持が実用的か見るのが目的です。
この柱を見るに水平は保たれているようです。腕を上げたからか、さらにカメラが上に、この辺気をつけないといけません。続いてスマホで画角を確認して進みます。無駄に両手フリーをアピール。信号が青なので走ってみます。
生産が終わりました。傾けると上下に迷うようで画面が回転したりします。上下固定にしたら迷わないかもしれない。後で試してみます。試しましたが回転しちゃいました。下に傾けるのはほどほどに。というわけでネックマウントを使った歩行動画でした。ホライズン機能でね、水平維持されてね、とてもいい感じです。ただフル HD だとちょっと画像がね、荒くなるのが難でした。今度は 2.7K で撮りたいと思います。